陰謀、未確認生物、進化、異次元、消えた大陸、ラーメン、地球、未確認飛行物体、都市伝説、クロマさん、おにぎり、秘密基地、プロフィール、学校、宇宙人、月の裏側。このコーナーでは、世の中でまことしやかに語られているあの話をアリさんの耳と検証しておきます。さあ、はい、本日のヒップコーナーは一人踊ってる方がいらっしゃいまして、はい、迎えての、コーナーになるわけですけど、初めて登場ですね。いや、この陰謀コーナーです、どっちかというとお父さん呼びたかったね。確かに、ね、電話しています今生で、はい、いや怖いです、怖いです、怖いですか、事故が起きるかもしれない。いや、今パーティー中かもしれない。パーティーピーポーです。パーティー中なんです。パーティー中かもしれない、なるほど、はい、さあ今日は、今日のお話は今日何ですかね。どういう方向に持っていきますか。音楽業界の陰謀とかそんなのあるんですか。いや、知りません。僕はすごい真っ白な世界だと思ってたんですけど。僕も真っ白な世界ですよね。なんで目を泳いでんの。いや、そこは音楽業界イコールピュアネス。そうですね、なんと思うんで。新しい言葉が出ました、はい、ピュアネス。そうですね、大丈夫かなと思って、はい、いや、アニスさんだったらいろいろ知ってらっしゃるのかななんて。いや、僕ね、まあ、アリからも聞いてたし、陰謀コーナー、まあ、いろんな友達も出てますし、UFO、 ああ UFO でよくみんな呼ばれたりするんでしょ、うん、まあ、定番というか。でも大した話出てないでしょ今まで多分。まあ一応宇宙語を喋る方も出ました。出ましたね。かなりあれギリギリでしたけど、ね、いや何をしてますか。あれはギリギリ。ピッピッピッって。それね、あのインターに向かってる時に、あのアリが車の中でね、運転しながら真似してくれた。あ、そうですか。どんな感じだったんだっけ。ピッパ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 ッ。それをね、あの隣にいらっしゃった奥様かなんかが翻訳してくれるんですけど、翻訳していただく。明らかになんか合ってないんですよ、その話した内容と。何を言ってるんですか。文字数が、ね、文字数が合ってないんですよ。ジョーさんが、僕みたいな、まあ、過当な生き物なんで、どうしてもちょっとわからない。4次元の世界、5次元の世界ですからね、まあ、これはね。でも今まで一番だからそのすごかった UFO を見た、はい、その話って何ですか。その宇宙人、宇宙語とかじゃなくて。あれ捕まったって人は、うん、トモさんがね、あれもうアニスのもうあの友達なんですけど、トモさんがあのこの間来たんだよね。あゆがいケンちゃんと、そうケンちゃんとね、あのお兄さんが誘拐されたぐらいですか。でもちゃんと言ってた、あのインディペンデンスデーにこう出てくるあのものすごいでっかい、なんかトモさんもその時のそのトラウマがすごすぎちゃって、うん、もうすごいボソボソ喋ってて、うん、あでもすごい悔しがってた、うん、その後一緒にライブやったんですよ、あの、はいはい、トモちゃんと、はいはいはい、したらもう何を悔しがってたんですか。何も言えなかったし、喋れなかった。あともうすごく言ってたんだけど、あのアリもケンちゃんも一切あのヘルプ してくれなかった。フォローが全くなくて、ひどい友達だな、うん、本当に、あのいや少なくともケンはものすごい一生懸命フォローしてたよ。本当足りなかったらしい。まあそれいいよ、アニスの話をして。そうだね、そう、僕はね、じゃあ今日だから最高を出そうよ、UFO の、うん、そう最高、まあ、いろいろあるんですけど、アリとも一緒に見たことあるし、さらっとね、見たよね一緒にね。見ましたね。あのちょっとハンバーガーっぽい、うん、あの赤く光ってるハンバーガーが富士山の方に向かって、縦になってたハンバーガーが横になるっていう、なんかうちにアニスが来たんですよ、そしたら外に UFO がいるよって言って、普通に今の俺のモノマネだからね。外に UFO がいるよ。本当かよと思って、またと思って見たら本当だねみたいな。こういうね、本当にあのよく言うとハンバーガーの形、悪く言うとハンバーガーあの言えないんだけど、ここでなんか真ん中がこう、いやいや、なんて言うんでしょうね。ああはい、まあ、もうこういう感じです。ハンバーガーみたいな、女性の股、まあまあいいみたいな形で、ね、まあそう、まあみたいなのがね、飛んでた、飛んでて縦だったのがこう光ってるわけですか。赤く光ってるっていう。光ってました、両サイドが。これ夜に見たと。夜じゃなかったですね、夕方です。夕方にそんなのが飛んでいたと、はい、飛んでました。で途中で本当にこう縦から横になって、富士山方面にこう消えてったっていう。距離的には何十キロも離れてるみたいな。離れてましたね、だいぶ、うん、それがこう、まあ、アリと一緒に見たやつで、僕個人的になんかあのパーティー中に夜中、
バリでなんですけど、うん、こう上すごい星が綺麗だったんですよ、ええ、でこう見てたらなんかもう無数の星が、ええ、こう綺麗だなと思って見てたら動き出したんですよ、ええ、いっぺんに。え、星がいっぺんに？そう、その部分だけなんか500個ぐらいのやつが急に横の方にブワーンって動き出して、うわって思ってみんなに UFO だよってまた言ったら、みんなも見て、そしたら その子たちがね、こう外側にいる子たちがたまにこう外にピャッて出てまた中にピャッて入るみたいな感じのフォーメーションをしてて、それも初めやっぱり縦だったんですよ、フォーメーションが、なんかラグビーボールで言ったらこう、こういう感じで横に楕円形に縦で、その楕円形がこう横に倒れて、そのままこう宇宙の方にふわって消えた吸い込まれてるのに、ここ大事だよ、わわかるこの感じ、わかる、あのなんかあのスターウォーズとかああいうエンディングのなんかこう星がわーってこう消えるじゃん最後、ああいう感じでもう一回だけいい、ふわってふわって、もういいかな、まあ、かありがとうわざわざ、いやいやいや、それは今気になるのがパーティー中と言ったので、はい、しかもバリなのでいやいやいや、あの魔法の、いやいやいや、あの魔法のドリンクスとかそういうのキノコとかなんかそういうのが、いやいや、ないですないです、あ、まあ全く関係ないと。でもそれで面白かったのが、うん、あの全然関係ないグループで、あのオーストラリア人の、人たちが2人ぐらいあの隣から出てきたんですよ。でやっぱり空を見てうおって思ったらしくて、2秒ぐらい見て、あー、well、つってまたどっか行っちゃったっていうそっちの方が俺はびっくりしたけど、こっちはもう驚かないんだっていう、そう、俺らもほんと、うわーすげーとか、でもさ、うん、兄さん周りの人にほら見てって言ったわけでしょ、 UFO だって。そう、でそのふわーの瞬間も、ま、みんな見てんの？みんな見てる。あ、僕が行ったのはそのちょっと横にスライドしてた時、あー、あれ星じゃないんだって思った瞬間にみんなに言って、でもほんと15人ぐらいで見て、そのベジタリアンの人もいましたよ、その中に。なんだエクスキューズ。いやいや、だからその色は使いたって。アリは基本的にそういうのは要は地球のものだっていうふうにいつも言ってるわけです。地球に由来する現象だと思うっていう。アニスはどう思うんですか？僕はね、地球外のものだと何回も見てますけど。この間アリにも言ったんだけど、僕が思うには蜃気楼なんですよ。蜃気楼的な、だからちょっと違うダイメンションで起きてることがたまたまなんかの条件があって目の前でこう見える感じのミラージュ的な、まあ、要は違う次元のものが、その現象としてたまにこう見え、普通は見えない、見えないものが何かが偶然が重なって見える、そういう感じだと思うんですよね。またちょっと幽霊とかとは違う感じ、違うっていうね、あいつらはいる、来る、幽霊はいる、そうだけど UFO は、まあ、多分地球なんて絶対ね興味ないじゃん、うん、興味ないと思うよ、ないと思うし、わざわざ何しに来る、平凡だからね、その地球って何にも他のこうなんていうの、こう惑星とこう違うこう特別なものってないじゃない、うんうん、ね、なんか液体のこう水があるっていうのが非常に珍しいってされてきたけど、うんうん、それも隣の惑星にありそうだっていう話でしょ、うん、いやでもこう高度の高い要は宇宙人がいたとしたらちょっと興味深いじゃないですか、この次元の低い、またいまだに戦争やってとか原子力を使ったりとか、なんかこうこんなちっちゃなところでこうね、なんか人種が違って、なんか興味深く見てるっていう可能性もなきにしもアラブですよ、うん、アラブ、はい、なきにしもアラブですけど、でも新橋っぽいの出てきますよね、こういう、え、うん、大丈夫大丈夫、バンツ並みのこういうつまんないこと言う人でしたっけ、アニスつまんないって言われに笑ったじゃんいやあまりにも、いや、あなたから言うと、ね、フランス語だったら面白かったじゃん、そうです、とりあえず一曲、でした。そんなモノラのお二人を迎えてお送りしていますこの陰謀コーナーですが、ラジオネーム桜餅さん、ハロウィン参加予定ですが仮装したことがないんですが仮装しないとダメでしょうか、
仮装しなくても全然大丈夫なんですが、仮装した方が多分楽しめるというのと、はい、あと今回あの初めてあのモノラルとしてシアターやるの初めてだよね。初めてです、うん、要は席ありでね、席があるっていう、あ、そうなの、ところで初めてやるんですけど、あの座りながらポップコーンとか食べて見れる感じ、割りかしスペースが一人ずつちゃんとこうホールスタンディングよりあるから仮装しやすいんじゃないか。そうかもしれないですね。10月31日ゼップブルーシアター六本木スタートは7時になっておりますけど、まああれですね、桜餅さん、これ10月の31日ハロウィーンでスタートは7時で、ましては六本木なので逆に仮装していないと目立ちますよ ね、 そうね、目立します。多分六本木は大変なことです、寂しい感じになっちゃうかもしれない、ね、99.9% の人たちは仮装してると思いますので、うん、ぜひ。まあ、シアターではね、別にあの上半身だけ仮装しとけば座ってると分かんないし、まあ、分かんない、確かにね。ちょっと面倒くさいなと思った半分で。まあこれを仮装を考えるのがまた楽しいわけです。楽しいです、その辺を楽しんで桜餅さん遊びに来てください。ぜひ6480円、安っ。なんか今デジャブ、明日から発売になります。明日一般発売になりますけど。さて、まあ、バリでその UFO の団体、はい、団体 UFO を見たというお話しました。いや本当にね、すごかったんですって。本当に写真撮んなかったの？写真ね、撮ってもね、 iPhone とか暗くてね、全然ダメなんだよね。映らないという、映らなかったです。まああのこう2通りよく言われてるのが、そういうのが見えて、要は別な次元のものが見えたかもしれないっていうふうにおっしゃっていました、はい、アニさん、なんか Vortex と Portal っていうのが2種類あるっていうの知ってますよ、はい、今知りました。え、知ってますよ、その Vortex、 要は同じあのアインシュタインが言ってた、こうじゃ あのこう時間軸をこうひん曲げて、うん、こっちからこっちにこう、何でしたっけ、ワームホール、ワームホール、ワームホールが要は、うん、ポータルになるのかな、でしたっけ。そうですね。で、ボルテックスというのはその3次元に穴が開いちゃって、その4次元5次元の、うん、が見えちゃうみたいな、うん、いうふうに言われていて、だからそういう UFO っていうのはあのどっち、僕が考えない UFO はそのポータルを使って、そのもう遠いどこから、遥か遠い彼方からここの地球にポンってこう一瞬、まあ、時間もかけずにポンってあの来れる技術っていうのを持ってるっていうふうに、で要はその幽霊とかそういうのは僕は4次元の世界とかそういうのを、うん、かもしれないから来てると。でもあの見た感覚で言うと、うん、最後にこう宇宙に向かってすごいスピードでブワーって消えた時に感じたのは、地球内から脱出した感じに感じました。地球から脱出、だからもうその深海から出てきて、あのしばらく多分いたんだろうね、うん、で その日にみんなでこう引っ越しだったと、引っ越しの日、UFO さんたちの引っ越しなんか引っ越しな感じがしてた。でもなんかこう見た感じのフィーリング的なところね、全くのフィーリング的なところではなんかアディオスって感じの、うん、もうじゃあ、ま、ちょっと出かけてくるよっていうよりはさらばっていう、そうなんか地球からこう出てっちゃったその光なんなのか分かんないんですけどな感じがしました。哀愁を感じたみたいな、ちょっとアディオスって聞こえました、あのエコーがかかったアディオス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 みたいな、ちょっと聞こえました。なるほどね、スペイン語かどうか分かんないですけど、スペイン語確かにねあれ バリってスペイン語でしたっけ。いや全然インドネシア語ですけど、なんかまあそんなイメージだったっ、イメージ的なシュワーっていう、そうかね、シュワーフシ、うん、ちなみにお父さん何に興味を持ってるんですか。お父さんはね、アリに興味持ってる。アリに興味を持ってる、うん、なんかね、モノラル見に来てくれたりするんですけど、まあ、確実に僕よりもアリに会いに来てますね。そうなんですか、うん、だってずっとねなんかコソコソ話してるんですよ、あの部屋あの楽屋の隅っこで二人でもずっとなんか、いや結構そのオカルトブラザーなんですよ。その情報交換が結構モノラルのライブがそのやっぱり大切なその情報交換、何の話をしてるんですか。大体ほら半年に一度とかまあそういう感じで会うから、その半年間お互い、うん、これどう思うみたいな、いやこれどう思うっていうか挨拶が
あの最近何にハマったっていうのが挨拶だから、2人ともディープな世界ですね。何にハマってるって、 お父さん最近何にハマってた、何にハマってた。お父さんもいろいろで結構日本の方のそのオカルト的なところをすごい詳しくやっていて、ほう、なんかあんのか、まあほら例えばその、うん、そうそう、あのアニスが言いかけたそのアークが、うん、まあ、あの日本にある説ってあるじゃないですか。え、ノアの箱舟のアーク、そうそう、あ、いや、ノアの箱舟のアークじゃなくて、アークのカブネット、アークの、あの契約の箱ってやつ、はははは、それが日本にある説っていうのは結構、まあ、ソルマン城が、ソルモン城が日本にあるとかね、そう、ちょっとまあディープ、すごいディープな話、そういうのにアニスのお父さん、そうそう、だからそれとあとそのおみこしの文化とかが深い関係で、 あなるほど、うん、じゃあもっとモノラルがライブを頻繁にやるようになったら世界の謎は解けるかもしれないよね、うん、アリさんとお父さんが、そうで、でもあの解けなくていいこともたくさんあると思うんですよ確かに、あのそのなんか神秘的なものも大事だべ、そうそう、まあ、あの解いてるわけじゃない、そうか、神秘なものは興味を持ってるだけ、現実が何かなっていう深いの投げるね。で一曲なんかジョーさんが好きなモノラル、はい、お送りいたしました。いい曲だ。そんなマノローはハロウィーン10月31日ゼップブルーシアター六本木でハロウィンライブがあるということで、チケットは明日発売ですね。日本ぜひ6480円、安っ、安い、というわけで、はい、お時間のある方仮装して遊びに来てください。あのゼブラヘッドの T シャツプレゼントを言っていいですか。当選者、はい、もう言います。山崎さん、それから茂一さん、これ茂さん、茂さん、茂さん、はい、それから竹澤潤さん、最後はペプシープランジさん、おめでとうございます。ありがとうございます。最後になんかあそれは嬉しいのか何なのかよく分かりませんけど、いやいいですよね、当たるって。お二人ともお疲れでした。いや本当にありがとうございました、はい、本当にありがとう。